ましてそうでない皆さんこんにちは、ドクター正気でスーパーマリオメーカー2やっていきましょう。よろしくお願いします。グラインダーアスレチックス1、こちらやっていきましょう。クリア率が 1.36%。 よし、グラインダー、あ、グラインダーっていうからなんかムササビでもあんのかなって思ったらなかった。普通にカビキックコースっぽいね。よいしょ、オッケー。こんな感じ。ちょっと待って、そこ結構怖い。オッケー。よし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 。すぐ始まる、すぐ始まるね。よいしょ。はい。はい。ヒップ。はい、ヒップキャンセル。あぶね！うわぁ！クソ、飛びすぎた。よし、もう同じミスはしないよ。はい、ここ。ほい。よし、オッケー。さあ、次はどんな感じ？よし、ナイス、今。今の判断はナイス。え？お、いけた。よいしょい。みんな見てこれ。ドイツに俺の偽物がいるんだよ。びっくりした。ついに俺ちょっとあのグローバルなところに入ってしまったか。なんかちょっとやってみるか、この人のコース。なんかおもろいのあるかな。これなんだ、ウノマースノーダメージ。俺のコースじゃねえか。これ完全に俺のコースだろ。他の人のでやっちゃダメだぞ。これあるか、マッシュルームヒルズ TA10 秒、 I need 2 hours to beat this level、 クリアチェック2時間かかりましたと。クリア率 0.60 やっていこう。まあでもな、これクリア者の一人エマメンズさん、エマメンズさんめちゃくちゃ上手い人だからね、これクリア率参考にならん気する。よし、対戦よろしくお願いします。何をしてんだお前は。ツタが地味に厄介だな。こんな感じ。よし。はい。うわ、ちょっとやらしいとこに置いてるね。よいしょ、降りてー。よいしょ。あ、ちょっと待って。今の結構登り坂登っちゃった。まずいね。そうだよな。ダメだよな。まずこの急な坂は最後一瞬だけ滑ると速くて。で、緩い坂は全体的に滑るといい。さあ、これでどうだ？おらよっと。あー、スコアが出た。よし、ゴールが近いぞ。いけるいけるいける。これ、ここの上り坂あるの、すごいなんか救済措置感あるな。よいしょ。さあ、どうだ？これ、いけるんじゃね？オッケー、ナイス！あ、ちょっと待って、俺、チャレンジ数、クリア前の、挑戦前のチャレンジ数、見てなかった。俺、これ何回でクリアした？ちょっとコメント欄で教えてくれ。ワンショットプラットフォーミングやっていきましょう。クリア率はよく見てなかったけど、多分 1.15 くらいかな。よし、対戦よろしくお願いします。ちゃんとこれは、指示があるから分かりやすいタイプ、危ねえ！はい。なんで？そうじゃん、バネが左にって進んでるから、その左に進む感性が働いてるんだ。よいしょ、よいしょ、こっち。はい。こう。はい、ここは多分2回叩く。そこを叩いてくれ、そのハテナ。これ最初のバネさ、沈み込まないんだよね。これ、ほら、みんな今感じた？これ。そう。普通、今みたいにさ、バネって、踏んだら沈み込むんだよ。まあ、そんな感じでね、そんな感じでね、なんか、バネに沈み込まずにすぐジャンプすることで、なんか時間短縮したり、なんか空中バンジーだったら沈み込む時間がないから早く飛べるみたいな。で、高く飛べるみたいな。そういう、なんか、テクニックがあるんだけどね。俺ね、なんか沈み込まずに飛びましょうをさ、狙って成功させれたことないんだよね。うん。なんか、方法とかあるのかなって思って。なんかそういう方法が確立されたらさ、なんかスピラン業界とかさ、改造コース業界とかがさ、すごい飛躍すると思うんだけどな。20秒スピードランパート7、クリア率 0.44% やっていきましょう。よし、対戦よろしくお願いします。ここは3段ジャンプ、くるってする。はい、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 くるってする。はい、ここ、ここ、ここ。いや、なんで？なんで？三段ジャンプが、ずれてた。なんかどっかで、三段ジャンプがなんかリセットされて、1、2、1、2、3みたいなジャンプになってたんだ。だから、ああ。よし、はい、はい、はい。こんな感じ。オッケー。で、怖さ、ジャンプ調整か、マジか。よし、はい、はい、はい。こんな感じ。はい、はい。よっしゃ、いけた。オッケー。で、下置き。はい、はい、オッケー。いいんじゃないの？どこで何をすんのこれ。で、ここ。この辺。なあ、三段ジャンプ切れた。でもこれ、メットがちゃんとここにいるってことは、ここで三段ジャンプ決めて普通に進んでいけたら、クリアできたわ、多分。
で、ここ、下置きのタイミング、この辺、オッケー、はい、はい、くるっと。うおー、よっしょ、どう、ばー、マジか、マジか、間に合わない、嘘。ロケットスタート決めてみるか、じゃあ。こうして、くるってして。でもさっきこれさ、開幕であのバネに当たるジャンプしたときさ、なんか、甲羅とタイミングが噛み合わなかったんだよな。やっぱそうだよな。やっぱこうロケットスタートすることによってマリオのタイミングがずれて、こうパウが、ドッスンがパウを叩いたときにこの甲羅も巻き添え食らうんだ。じゃあここロケットスタートなしで、間に合わせないとダメなんだ。はぁ、シビアだねシビアだねこのコース。いける？よし。はい。はい。くるっと。なーぜー？うん。はい。はい。ここ。はい。2段、3段。はい。2段、くるってして3段する。はい、はい、はい。オッケー。で、はい、はい。ジャンプ調整。で、ここ。下置き、2段、3段する。はい。いける、これ。よし、マジか、マジか、これでもダメなんだ。嘘だろ。ちょっと2回目のタイムアップのあれショート動画にしようか。クリアテイクじゃないけど。ちょっと俺的にはね、あれが一番動画映えするテイクだと思ったな。よいしょ。多分なんか色々コメント来るんだろうな。よいしょ。開幕で、なんでバネに当たらないんですかとかね。ちょっとみんなはね、本編来てちゃんと知ってるみんなはね、優しくね、本編見てくださいって言ってあげてくれ。オッケー、ナイスようやく、ようやくこの事情の説明をしながらゴール間に合った。あっしゃ。めっちゃギリギリ。おあわさんのコースこれな。おあわさん定期的にね、コース消して再投稿するからな。俺この人のコースどれ遊んで、どれ遊んでなくてどれ動画化したかとかあんま覚えてねえんだよな。これね、遊んだことはある。クリアしたこともある。ただ、動画化したかどうかまでは覚えてない。動画化してたらごめん。ちょっとこれやっていこう。これサムネ映えするんだ。クリア率 0.28。これね、どういうコースかっていうと、こうキノコ取ります。走ります。しゃがみます。そこのコインを取りましょうっていうコースなんだけど、そう。これをね、キノコ保持でここまで滑り込んで、ここで、ジャンプしてこのレンガぶっ壊さないとダメなんだよな、これ。だからつまり、はい、こっから走ります。はい、滑ります。滑りすぎましたっていう、そういうコース。これでもうピタってここに止まんないといけないんだ、これ。これなんかね、適当なこの辺でしゃがみ始めたらいいとかじゃなかったっけ？あー、もうちょい、もうちょい滑んないとダメだったか。くそ。さっきの位置この辺だったかな？さあどうだ、これ。あー、ダメか。よし、はい。ここでどうだ。ダメだ。もうちょい奥行かないとダメだ。はい。からのちょいブレーキ。勝った、よっしゃオッケー、マジでこれ決まったらめっちゃ気持ちいい